はい、こんにちは。僕がたどり着いた結論、緊張はしないようにしてはダメということです。なぜなら、人は何かしないようにしようとすると、むしろやってしまう動物だからです。例えば耳をね、こう羽みたいにバタ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 飛んでいるウサギを想像しないでください。想像しないことできます？できんでしょ。やっちゃいますよね。そうなんですよ。バッターボックスね、ボール振ったらあかんぞ、ボール振ったら絶対ダメやぞ、ボール振ったらあかんあかんあかんって思えば思うほど、ボール球が来たらふわって振ってまうんですよね。夜眠れない夜にね、あ寝れんわ、どうしよう、全然寝られへんわ、明日朝早起きないかんのに困ったわ、早寝な早寝なって思えば思うほど眠れないんです。そうなんです。歯が痛いわ、歯も歯痛い、もうこれ気にせんようにせないかんわ、気にせんとこ気にせんとこって思えば思うほど気になっちゃって余計痛くなるんです。つまり人間の脳はしないようにすればするほどやっちゃうんです。だったら緊張しないようにしようなんていうのはもう無駄な努力なんです。無駄。それこそそんな努力もやめてください。無駄です。夏に雪が降ってほしいって願ってるようなものなんですよ。緊張はなくなりません。するのが当たり前なんです。していいんです。緊張するとどうなります？あー困った、どうしよう、あー心臓の鼓動がどんどん速くなって、呼吸が乱れて、頭が真っ白になって、冷や汗がいて、体が震えがきてね、あー困った困った、どうしようどうしよう、うわーね、大変ですけど、じゃあじゃあじゃあその先って一体どうなるんですか？マックス上がりきったらどうなるんですか？やったことないですよね。だって上がらないように上がらないように今まで皆さん努力してきたんですもの。じゃあちょっと上がりきった状態どうなるのか試してみましょう。上がりきってみましょう。いいですか？上がらないようにするためのお薬なんか飲んじゃダメです。緊張のメーターをカーンと振り切るんです。今緊張度何パーセントですか？もっと上げて、もっと上げて、もうね、ルフィがギアを上げていくような感じ。ガーギアセカンド、ギアサード、ギアフォースってやるでしょ。緊張しないようにじゃなくて、しまくってやる。はい、おめでとうございます。これでついに本当の緊張を受け入れました。これで緊張が味方になりました。いいですか？実は緊張は武器だったんです。緊張はノルアドレナリンというね、神経伝達物質を放出させて、交感神経を刺激して集中力を高めて、体を戦闘モードにするための通り道だったんです。これで無双です。フォースと共にあらんことを。このチャンネルでは、心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。